チームワークでもって7回目の優勝、連続優勝を勝ち取っていただきたいというふうに思います。プレープレーメイジョーレプレーメイジョーレプレーメイジョーメイジョーファイト。わあ、まあもう本当に気が抜けないですね、最後まで。Thank you.
は、本当に自分自身としては本当に苦しい1年になって、キャプテンとしてすごく悩んだりもして、自分自身も怪我があったりとかで、自分がこのチームにいる意味って何なんだろうって思ったりもしたんですけど、それでも、後輩のみんなが、ついてきてくれて、最後は自分も走っていい形で、4年間の全日本を終えたかったんですけど、まあ、今年は自分はメンバーから外れてしまったんですけど、それでも後輩たちが、まあ、すごくいい走りをしてくれて、優勝7連覇っていう自分たちの最大の目標を達成してくれたので、すごく誇りにも思いますし、感謝の気持ちでいっぱいです。ここで自分たちはまだ終わりじゃなくて、富士山もありますし、この先がまだみんなあるので、しっかりとまたここから今日一日は喜びを味わって、明日からまた次に向かって頑張っていきたいと思います。これからも応援のほどよろしくお願いします。せーの、ハッピーバースデー。